はいどうも、なおチャンネルのなおです、今日はですね、ヒロピクさんの、ジープのミニロゴのシールあるじゃないですか。あれがとってもめっちゃ僕は重宝してて、めっちゃお気に入りなんですよ。でスピーカーに前はねつけてたりしたんですけど、まだまだつけたいとこあるんですけどね。前回はドアバイザーのね、ちょっと角に純正もジープって掘ってあるんですよね、純正のドアバイザーのね。でも今回はなんだっけな、キャルウィングさんのドアバイザーをつけて、その横にちょっとつけワンポイントジープのシールをつければまあなんかいい感じになるなということで、ちょっと紹介しました。でまあ久々のね YouTube だったんでね、ちょっと緊張してましたけど、今日もちょっと緊張してますけどね、まあ車庫でね、ちょっと風が強いんで、で今日はそのさっき言ったようにヒロピークさんのその小さいやつを どういう風に生かしてるのかなっていう、ちょっとそんな簡単動画です。で僕はもう年取ってきて、この腕のね力がなかなかねあれなんですよ。ちょっと重たいものを持っただけで次の日すごいここ痛くなったりねするんですよね。で車いくらパワーステだとかって言ってもですね、ハンドルをこう握ってこうやってこの動作がね結構くるんです。皆さんいいですか、60過ぎるとね結構いろんなとこ来ますから、気をつけてください。で気をつけてくださいっていうか、それなりに自分に、合った動かし方だとか、あんまり負荷がかかんないようにっていうふうに工夫が必要になってくる年頃ですよ、ね。それでね僕はよく大型バスねだとか、僕も大型免許持ってますけども、ハンドルこんなでっかいのこうやってねやるよりも、ちょっと補助的な意味でハンドルスピナーっていうのが売ってるんですよ。でそれをちょっとつけることによって、でジープのハンドルカバーがとてもお気に入りなんで、それハンドルカバーつけられないスピナーもあるので、ただハンドルカバーつけられるスピナーもあるので、それを購入して、でちょっとマークがなんかね、そのスピナーの会社なのか分かんないですけども、そのマークがついてるので、そのマークのところにジープっていうふうにヒロピクさんのロゴのシールをね貼ったらいいかなと思って、それで考えてたんですけど、やっぱりデコボコがあるとですね剥がれやすいんですよね。だからちょっと黒いガムテープをちょっと丸くきれいに切り抜いて、それを貼ってその上からやるとしっかりと密着するから、まあそのようなちょっと工夫をして貼ってみましたね。でその動画は後でちょっと見ていただいてね、いただけたらいいと思います。あとそのロゴをあちこちに運転席から運転しながらそのロゴが見えると、なんかいいじゃないですか。誰かの YouTube でジープあるあるっていうか、なんかそんなショート動画をアップしてる方いらっしゃいますけども、それでジープ降りたら何回もジープの方振り返るっていう動画があって、それめっちゃ分かるなと思って、振り返ってその時振り返った時はやっぱり自分のジープはかっこいいなって、他のジープもかっこいいんですけども、やっぱりねそこは自分のジープがエコひいき一番かっこいいと思ってるんですよみんな。だから誰よりも自分のジープがラグランが一番かっこいいと思っているので、まあそんな動画がとてもねお気に入りでクスッと笑っちゃいましたけど、だからそんな気分になるんですよね、ジープの動画を貼ってるとね。でうちの奥さんに言わせると、あんまり貼るとくどいよとかって一回言われたことがあったんですけどね、それでもねいいんです、でくどくていいんです、ね、そうやって、好きなものに囲まれて、生きた方がいいですよ皆さんね、はい。ということでこんな感じで、ちょっと動画を見ていただけたらいいと思います。どうぞ。
はい、それでは今日はここのハンドルスピナーってやつですね。これをすごい便利なんです。バッグだとか、まあもう僕は高齢なので腕がちょっとなかなかすぐ筋肉痛になったりも痛くなってですね、なのでこれをつけました。でこれはハンドルカバーをつけてでもできるっていうやつだったんで優れものです ね, ね。でこれここに普通違う絵が描いてあるんですけども、ヒロピークさんから購入したこれ2つセットで400円だったかな、ね、もういろんなとこ貼ってるんですよ。これここにも貼ってるしね、ここにもね貼ってるしね、あとドアバイザーにもね4箇所貼らさせて、結構購入させてもらってます。はい、でここをね、ここデコボコ絵柄が彫ってあっててデコボコでちょっと取れやすいので、ちょっとガムテープをこういう風に貼って、そしてその上に貼ったらどうかなと思って今ちょっとやります。はい、どうですかね、ちょっとなんかまあでも変じゃないでしょまあいいや、デコボコにねこのヒロピクさんのあれを貼るとちょっと弱いので、やっぱまっ平らなところに貼らさった方がいいじゃないですか。ぴったりと密着するのでその方が強度がね両面テープの、粘着力が増すので、まあ、こんな感じにしましたね。なかなかねこのヒロピクさんのジープのロゴいいっすよね。はいはい、できました。まあさっきとここね、それとジープ、こことあとこれもつけました。でちょっと小物置きただこれここがプラスチックなのでなんか金物みたいなの置くとジャラジャラするね。だから例えばこういうねものをこうやってみたり、でも日が当たるからサングラスダメだな。まあこんな感じでね。そしてちょっと一つ余ったんでここにつけました。これはこれ電気つくやつね。これ自然に、つかない。こうやってまだ貼りたいとこたくさんですけど、ジープだらけですジープロゴだらけでもいいっすよね、好きなものに囲まれてるっていうのはね。はい、こんな感じです。はい、どうでしたでしょうか。なかなかいいでしょ、ね、くどいですけどくどいとこがまたいい、というところで、そんなジープのミニロゴシール祭り、ね、ヒロピクさんの、オフィシャルストアで、400円で2枚1組で400円で購入できますんでね、どんどんぜひ皆さん買ってジープ自己満足を徹底してやってみてください。はい、ということです。はい、まあ今後ですね今決まってるのがまあこの間の動画であまり僕はカスタムしないというふうに言ったんですけども、どうしてもやりたいカスタムが一つ見つかりましてね。でそれはバンパーね。でこのバンパーを、ルビコン用のね、アルミ製のルビコンバンパーに変えようって、まっちゃんねるさんの動画見て、そのまあ、チャンネルさん特別価格で 5% オフということで、ラダーマシンさんの、サイトでですね、まあ、その動画を見て、でどうしようかなって悩んだんですよね。で最終日、そのクーポンを使って、5月9日だったかな、ポチしました。でラダーマシンさんからもう発送しましたっていう
連絡がメールが来まして、で札幌のそのちょっとジープのね映像のチームの仲間のご紹介で、いいのかな言ってナインコネクションさんっていうところでつけてもらえることになりまして、でアルミのバンパーもですね、そこの方の話によるとアルミのバンパーもやっぱり北海道のそのエンカリの影響を受けるそうです。スチールもスチールはもちろんそうなんですけども、サビがね、で前スチールの中華製のねものをつけてたんですけど、すぐ錆びてきてですね、とってもそれが僕は嫌で、なんとか自分で修理してね、だましだましやってたんですけど、やっぱり、ね、嫌でですね、でアルミだったら大丈夫かなと思ってそしてやったんですけど、でもアルミでもやっぱり赤くなってくるというふうなことをちょっと聞いたもんですから、塗装もしようというふうに思って、塗装したら大丈夫ですよということ で塗装もお願いしました。ですので直接そのナインコネクションさんに届くように、発送を手配しまして、で到着しましたら多分ですね5月中にはつけられると思います、ね、で先にものを塗装してもらって、そしてまあ取り付けできますよっていう時にジープで行ってですね、会社で行ってつけてもらおうかなという今手はずで、組んでおります、ね、だからルビコンのバンパーに変わりますね、やっぱこの赤のポイント、赤のこのフックがねポイントで、下もねあれですから、やっぱ前側にちょっと赤がないもんですから、横はタイヤのね、ホイールのあれをそのまま純正を使って、やる。あ、そう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 。それと24日、今月の24日、5月の24日にタイヤを変えます。マット MT タイヤ純正でついてるんですけどもね、やっぱりちょっとやっぱりオールテレンがいいかなと。それとタイヤも少し大きめで285、255なんですけども285のタイヤ。で、前はアルミを履いてたんですけども、やっぱり純正のワンポイントの赤いジープのねあれがとても僕はお気に入りなので、純正のホイールはそのまま使って、タイヤだけ、交換しようというふうに思っています。まあ今のところ、カスタムはこのぐらいで、あとは小さなちょっとしたアクセサリーカスタムっていうんですかね、ちょっとドレスアップカスタムっていうんですかね、まあそんな程度で、まあこれからねちょっと今もアマゾンで注文しているものが 2,3 点ありますのでね、それもちょっと、ご紹介できたらなと。でも前のジープにつけたものと同じでね、まあルビコンにもちょっとつけたいなと思った、パーツがありますんでね、パーツっていうかアクセサリーがあるので、それをちょっとご紹介したいなというふうに思ってます。はい、ということで今日はこの辺で、また緊急でね、動画撮っちゃいましたけど、だから本当はこうマイクつけたりさ、買ってんですよマイクつけてなのにそれつけないでもう簡単にスマホで今動画撮れるじゃないですかね、もういいやと思ってもう撮っちゃいました。はいはい、ということで、そんな今日は、ちょっとした、ドレスアップカスタムっていうかね、ドレスアップのヒロピクさんのね、ジープのちょっと、ロゴの生かし方なんていうね動画に なりましたけども、はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。それでは皆さん、はい、私は元気ですよ。はい、それでは皆さん、バイナラならばい、ひゅー。No idea you get through because I did come through. Only you know road that I'm on. ということで。